神戸市立科学技術高等学校は、兵庫県神戸市中央区に所在する、市立の工業高等学校である。公名は、鍵校と略されることが多いが、全国に複数存在する科学技術高校のほとんどが、鍵校と称されるため注意が必要である。全国大会などでは、混同を避けるため便宜的に、神戸鍵などと略される。全校生徒は、 約1200名である。2004年に新設され、2006年4月に1から3、学年までの全学年が揃った。校舎は、神戸市立神戸高科高等学校と兼用している。設備面では、クーラーやエレベーターなどもあり恵まれている。高南大学、立命館大学と校内連携が進んでおり、インターンシップも盛んである。また、部活動が非常に盛んで、 多くの運動部が県の高い水準にあり、近畿、全国大会などでも活躍している。2006年インターハイでは陸上競技の女子やり投げで優勝。男子 4X400 メートルリレーでも準決勝に進出。サッカーの全国大会では神戸科学技術のチーム名で出場した。2009年インターハイではサッカー部がベスト8に入った。 東高南側の神戸臨港線跡に整備された遊歩道に約400メートルにわたりミニ SL 用の線路が付設されている。2018年に高等学校では日本で唯一の防災士研修教育機関として認定された。2004年4月、神戸市立神戸工業高等学校、神戸市立三陰工業高等学校が統合して開校。二千六年四月に 1>, 1から3年生までの3学年が揃った。山陽新幹線からは新神戸駅で下車後、地下鉄新神戸駅三宮駅、JR 神戸線三宮駅など駅。新神戸駅よりタクシーを利用する場合、所要時間約5から10分で到着し、740円820円。運動系文化系ものづくり系。ありがとうございます。